昨日ですね、ソーラー発電システムを2週間キャンプで使った感想っていう動画を出したんですけども、この動画に対して結構ね、コメントいただいて、で、やっぱ自分でソーラーパネル運用してまだ日が浅いから、ちょっとコメントが理解できないところが結構あったんですね。で、ちょっと理解できないところ、詳しい方いたら教えてほしいなと思って、ちょっと今回コメントを読みつつ、ちょっと教えてほしいところをちょっと、言っていこうと思います。ソロシルバーさん、私はパネル 310W、110V で蓄電が 13.2kVA で遊んでます。24時間エアコンつけっぱなし、他いろいろ使ってます。これで分かんなかったのが、310W のソーラーパネルで24時間エアコン動くのかなっていう。なんか自分 50W パネルで2週間くらいキャンプやったんですけども、やっぱりリチウムイオンバッテリー充電したりとか、まあそういうのがやっぱ精一杯でしたね。で、50W パネルが6枚集まれば 310W になるじゃないですか。で、仮に、あれ6枚集めてもエアコン動くのかなって考えても、なんかどう考えても動く気がしないんですよ。でもこのソロシルバーさんは 310W、110V のパネルって言ってるから、110V のやつだと動くんですかね。僕のパネル 12V なんで、ちょっと、このパネルと、パネルの仕様がちょっと違うんですよね。で、次。花パッタヤさん。次はポータブルバッテリーですか？いいですね。やりましょう。ポータブルバッテリーもね、パワーデリバリー 60W 出力で、で、ソーラー充電可能な、安価なやつがあればいいんですけども、なかなか見つからないんですよね。十何万円か出せばそういうのあるんですけども、安いやつがいいなと思って、まあ来年キャンプ行く頃にはそういうの出てればいいんですけども、もしそういう安いのでおすすめのがあればちょっと教えてほしいですね。 PED60W 対応で、でソーラーチャージが可能なやつね。で、実用太郎さん、私の場合はパネルは屋根に置くタイプの電圧が 26V と特殊なものを使っているので、一度 26V から 12V へ DC-DC で変換させてからシガーソケットでモバイルバッテリーを充電したり、自動車用の扇風機を回してます。でね、なんか僕ね、ソーラーパネルって 12V と 24V しかないと思ってたら、よく家の屋根とかに乗っかってる売電目的のやつは結構こういう 26V みたいな特殊なやつがあるみたいですよね。で、この 26V のパネルって本来どうやって運用するんですかね。26V のバッテリーってのがあるんですかね。そこら辺ちょっと疑問に思ったのと、あとなんだ。あ、そうだそうだ。あとね、エコバカクリエーションさんっていうチャンネルがあって、で、そこ結構ソーラーパネルで生活しようっていうのを推してるんですよ。で、そのソーラーオフっていうサイトから、ソーラーパネルを買うと、まあ中古のサイトなんですけども、そこで中古で買うとおすすめだよって言ったから行ってみたんですよ。で、やっぱ結構安く出てるんだけども、まあその特殊なボルト数のパネルが多いんですよね。仮にそのソーラーオフから買ったとしても、それどうやって運用するのかなっていう、そこですよね。で、あとは、そうそう。モバイルバッテリーですが、安物のやつだと逆流防止回路がないやつがあるみたいで、夜に充電ケーブルをモバイルバッテリーから外すのを忘れていると、シガーソケットの赤ランプが点滅している時がありますね。ああ、そうか、パネル側に逆流だよ。一応自分が使ってたソーラーパネルは逆流防止ダイオードついてるから、まあ多分それは大丈夫だと思うんですけども、結構前にソーラーパネルに興味持って、ちょっとソーラー発電やろうかなと思った時期があったんですけども、その時ね、やっぱ自分でダイオードをハンダ付けしなきゃいけなかったんですね。なんか、組み込まれてるパネルが少なかったんで。で、まあ、いろんなサイト見ても、逆流防止ダイオードつければいいよとは書いてるんですけども、なんか、どの型番のダイオードつけるって、細かくは書いてないサイトが多くて、で、結局それで挫折したんだよね。ダイオードって言っても種類がありすぎるから、一体どのダイオードをつければいいんだろうっていう。まあ今はだけども、最初から内蔵されてるのが
多いから、まあいい時代になったなと思いますね。トロロさん、ジャックリーさんから案件来るといいですね。本当、なんかもし関係者の方見てたら案件お願いします。高木正夫さん、なんでコメント勢が上から目線なのかわからない。そう思ってるあんたの性根が腐ってるだけだから、そうかもしれないです。あんまりこれはね、なんか人それぞれの感覚だからな。リチウムイオン、はじめましてさん、リチウムの保護回路はあくまでも過充電と過放電しか見てません。充電には電流制御が必要です。まあ、あまりパネルの量が少ないので問題ありませんが、これで、充電制御っていうか電流制御か。電流制御っていうのはどういう制御をすればいいんですかね。一応ね、シガーソケットからモバイルバッテリーを充電してるときに、その電圧測ってみたんですよ。そしたら 5V 定格で、まあ、日が出てるときは 2.4A。で、曇った時は1アンペアとか 0.5 アンペアで充電するんですよ。で、そもそも 2.4 アンペアがマックスだから、それ以上いかないんですよね。ちょっと、いいケーブル使うと2.6とか7アンペアまでいくけども、まあ、それ以上いかないんですよ。それが電流制御になってるんじゃないかなと思うんだけども。あれかな？低すぎる電流だと、かえってダメなのかな？曇った時って電流が 0.0 何アンペアしか出てない時あるんですよ。その微弱電流でチビ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 、そのリチウムイオン電池を充電するのが電池に良くないから、あんまりにも電流が低い時は流さないようにするっていう、そういう制御ってことですかね。その電流制御っていうのをちょっと詳しく知りたいんですよね。どういう制御なのかっていう。チキチキさん、USB 変換器の中にも DC-DC コンバーターが入っているので、いわばチャージコントローラーとして機能していると思いますよ。どのような保護回路がついているか気になる点ではありますね。おっしゃる通り、モバイルバッテリー、スマホ側機器に充電制御回路が組み込まれていますので、それらの要求さえ守られていれば問題ないかと思います。バッテリーに直接作用パネルを接続しているわけではないので、この程度の規模であれば特段危険があるとは思いませんね。まあ言っても50ワットパネルだしな。で、よろしくね、やっぱりシガーソケットの方で制御してくれてるから、自分も大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。ナンパクさん、問題はね、ソーラーパネルの電圧が 20V くらいまで上がるのに、 USB アダプター社用の設計でその電圧に耐えられないってこと。すぐには壊れず、そのうち壊れるのも含める。言ってることは理解してるけど、 USB5V で使うならソーラーパネルを半分の電圧にして、スイッチングレギュレーターで 5V に落とすべき。最大入力 20V 以上、電流は余裕見て 5A くらいのスイッチングレギュレーターユニットを探してつけるのがいいと思います。出力設定可変のやつがいいかと。まあ、これに対してね、一応僕返信したんですよ。まあ、一応ね、トラックでも使える24V バッテリーにも対応してるから、まあ、パネル側で 20V 近く電圧が出てても大丈夫じゃないですかって言ったら、一応 24V 対応だから大丈夫ですよっていう話だったんですよね。そもそもその 12V しか対応してない、そういうシガーソケット機器ってあるんですかね。なんか Amazon でいろいろ調べたけども、だいたい 12V、24V 対応のものが多かったんですよ。12V だけ対応っていうのがね、あんまりなくて、なんかもしかしたらさ、その 12V だけ対応のってあったら、それ地雷じゃないですか。そういうのが果たしてあるのかなって。で、あとは、お詫びがてら、5V 側で3アンペア以上出力したい場合、かっこ太陽電池の出力電流を超える、現状で電流が取れなくなった場合、太陽電池側にある程度の容量のある電解コンデンサを追加するといいかと思います。で、この5ボルトが3アンペア以上で出力したい場合っていうのは、なんかあれ、 USB PD 充電のこと言ってるんですかね。ちょっと分かんないんだけども、USB PD 充電って、ある程度電圧がないと起動してくれないんですよ。まあ、太陽がガンガン照ってれば、
電圧稼げてるから駆動するんだけど、曇ってる時はそもそも駆動すらしてくれないと。でこの問題を解決してくれるには電解コンデンサを組み込むといいっていうアドバイスなんですけど、電解コンデンサってそこまでフォローしてくれるんですかね。なんか僕のイメージだと、まあ、例えば太陽ガンガン照ってて、で USB PD 充電今バリバリに充電してくれてますって、でその時にちょっと雲がかげった、で、まあ、5秒ぐらいだったら多分電解コンデンサーに入ってる、まあ、充電されてるやつでなんとか頑張ってくれるってイメージなんですよね。でもそれ以上だとやっぱりコンデンサーの中の電力も尽きて、でやっぱ落ちるってイメージなんだよね。ただ曇りが5秒だけ続けば、まあ、コンデンサーでなんとか頑張ってくれるっていう。でもそもそも5秒だけ曇るってなかなかなくないですか。曇った時はそれこそ10分とか20分ぐらいずっと曇ってるじゃないですか。だからそのコンデンサーが例えば10分20分ぐらい電気を供給し続けてくれんなら、まあその手も使えると思うんですけど、実際どうなんですかねっていう話で、ソーラー出力括弧 21.7W に対する USB PD の出力 20.6W って高すぎませんか。どちらかのメーターが壊れているような気が。それとも最近の DC-DC ってそんなに性能いいんですか。括弧手作りしかしたことないのであまり詳しくありません。保護回路がない気もしますが、まあ要はこういうことですよね。ソーラーパネルから出ている電気をシガーソケット側で、DC5V に変換してるんですけども、その変換するときにロスが出てるんじゃないかと。本来ならこれ 21.7W から 20.6W に落ちてるんだけども、本来こう 20.6W がもっと下がってもいいんじゃないかって話ですよね。てかその手作りしてる DC-DC コンバッターって実際どれぐらい下がってるんですか。 そこ知りたいんだけども、まああと僕もねそんなにコンバーターについて詳しくないんだけども、そもそもこのぐらいのロスっていうのは許容範囲なんですかね。それちょっと詳しい人教えてください。あと保護回路がない気もしますがっていうのは、保護回路って何を保護する回路ってことなのかなっていう。一応ねシガーソケット側にヒューズついてるんで、確か8アンペア以上流れるとヒューズ切れるようになってたと思うんですよ。それ以外にも保護回路が必要なのかっていう話なんですよね。その要はあれですよね、過電流が充電してる機器に流れなければいい話だから、それはシガーソケット側についてるその8アンペア以上で切れるヒューズが、まあ、保護回路になってんのかなと思うんだけども、保護回路って何ですかっていうのもちょっと教えてほしいですね。はい、アルディーノで通常充電と高速充電切り替え機を作ってみて吉田くん。アルディーノって何なのか分かんなかったんでちょっと検索してみたんですよ。そしたらあれラズパイみたいなやつなんですね。アマゾンでアルディーノの基板を買って、でその基板にパソコンから要はプログラムを書き込むと、まあ、この場合は、太陽パネルの出力がで十分に出てるときは高速充電がオンになる、で曇って出てないときは低速充電に切り替わるっていう回路をアルディーノに書き込めた話ですよね。昔ねラズパイやろうとして、ちょっとやろうとしたけども難しくて挫折した過去があるんですよね。やっぱりなんかね、既存の部品をいろいろ工作してやるっていうのはちょっと僕の知能では限界でしたね。さらにそのプログラミング書き込んでなんだかんだっていうのもなんか異次元の領域だなって思いましたね。だからちょっと現状では無理かなと、まあ、もしかしたらなんかいろいろ工作してるうちにプログラミング覚えてやるかもしれんけども、まあ、分かんないですね。ちょっと、まあ、そんな感じでちょっといろいろ分からないことがあったんで、ちょっと詳しい方いれば教えていただけると嬉しいです。